よし、ゴーゴーカレー6店舗目行くぜ。いやでもさ、ゴーゴーカレーってさ不思議だよね。普通さ、この看板のこの辺りにさ、普通どこどこスタジアムとかね、どこどこ店とかさ書いてあるでしょ。さてここはゴーゴーカレーの、どこでしょう。どこにあるゴーゴーカレーでしょう。もう電車に来た頃、もう今から10年以上前、西口店でした。もうすぐ近くでホームセンターでバイトしてたんですよ。ね、もうその頃から通わせていただいて、水道橋、西口店とかで、ね、西口スタジアムとかで、ね、しっかりホーム生まれまして、ここは西口店になるんですよね。はい、店なんですよ、店なんですよ、スタジアムではないんですよ。ねえ、なんでもね、今日は店内ちょっと狭いんですよ。カウンター席しかないんで、ちょっと撮影とかお腹に乗っちゃうと、ね、嫌がるお客さんとかもいると思うんで、ちょっとあの内蔵カメラとかでなるべく店内を迷惑かかんないように、ちょっとあのこっそりと撮影しますので、そこだけご了承ください。では行ってみましょう。メジャーカレー、メジャーカレーってどこに書いてある？メジャーカレーの、はい、お願いします。メジャーです。どうやら外国人が働いてるね。宮森代表、いただきます。完食です。完食。宮森代表、ごちそうさまでした。エコノミークラスでしたけど、今日もいただきました。ただ宮森代表、一つお願いがあるんですけど、水道橋駅西口店ではなく、西口スタジアムとかっていうのはどうでしょうか。ゴーゴーカレーだとやっぱり店舗はスタジアムにしないと。それかもしくは、東京ドームが近いから、西口、水道橋駅西口、でもいいじゃないですか。ゴーゴーカレー水道橋西口ドーム、どうですか。店舗だったらスタジアムかドームがいいと思いますが、西口店はちょっと
って感じでした。でも美味しかったです。これで6店舗目です。ごちそうさまでした。